こちらアメリカのロスアラミトス競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い何が行くんでしょうか。オットメイク前に行きそうです。フェイバリットトリック、それに続いています。さらにはプレザントクラフト、10番スカイミズーリ、その後ろケープタウン、どうやら後方からの競馬。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはオットメイク、その外にリトルアンドレ、ピンクの帽子、プレザントクラフト、その後ろすぐ隣にグリーンシークレット、並んで7番リアルクワイエット、スカイミズーリ、この馬もこのグループ、ゴールデンキャンディー、そのうちに続いています。後ろからの競馬になりました。エルコンドルパサー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。このあたりで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として1番オットメイク、リトルアンドレ、ほとんど差がありません。プレザントクラフト、3番手エルコンドルパサー、これはいい位置につけています。このあたりで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はリトルアンドレ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はリトルアンドレ、リアルクワイエット先頭、2番手はリトルアンドレ、先頭を捉えるか。あと 200m、 リアルクワイエット先頭だ。しかし残りわずか。リアルクワイエット先頭、キングオブグレイン追いすがります。リアルクワイエット、リアルクワイエット1着、2着にはどうやらキングオブグレイン、勝ったのはリアルクワイエット、見事な勝利です。こちら名古屋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウッドマン、これはいいスタートを切りました。シネマ成功、ちょっとタイミングが合いません。ダッシュよくウッドマン行きました。続いて前へ行くのはサンディチェリー、さらにはバーボンペンダント、11番ジョージ大成、その後ろリバーセキトバ、どうやら後方からの競馬。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から、先手を取ったのはウッドマン、これに続いてバーボンペンダント、内からは橋の太夫、並んで11番ジョージ大成、内からはシネマ成功、河内立て男、後ろから並んで4番ブライアンズロマン、最後方にリバーセキトバ、各馬砂煙を上げてかけていきます。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはバーボンペンダント、すぐ隣にカリスタシュクル、その横にジョージ大成、河内立て男、後位をキープ、橋の太夫、すぐ後ろ、その後ろにサンディチェリー、ウッドマン、すぐ後ろ、その後ろに新風ライデン、さらにはリバーセキトバ、しんがりからシネマ成功、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。6番橋の太夫、一気に先頭に立ちました。リードは1馬身から2馬身、ブライアンズロマン、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。では前の方から、橋の太夫先手を取りました。バーボンペンダント、すぐ後ろ、その隣にブライアンズロマン、河内立て男、いい位置です。オレンジの帽子サンディチェリー、その後ろ、その外からジョージ大成、間が空いてカリスタシュクル、その外からウッドマン、これに続いて新風ライデン、しんがりからシネマ成功、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。4番ブライアンズロマン、一気に先頭に立ちました。サンディチェリー抜けた、河内立て男、もう一伸び、河内立て男、河内立て男、1着、2着にはどうやらサンディチェリー、勝ったのは河内立て男。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったエアジハード、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。エアジハード先頭です。このまま押し切るか。2番手はパイキハイツ、先頭はエアジハード、1着でゴール。エアジハード1着、2着はパイキハイツ。これはものが違う。エアジハード、4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はカフワチウォール、カフワチウォール先頭です。引き離しにかかりました。2番手はグリーンバイオ、カフワチウォール先頭だ。カフワチウォール1着、カフワチウォール完勝。カフワチウォール1着、2着はグリーンバイオ。これは桁外れの強さだ。カフワチウォール、4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はマジックキス、あと 200m、 先頭はマジックスタイル、残り 100m、 マジックキス抜けた。ジャズセイバー、内から一気にファビラスラフイン、3頭ほぼ同時の入線です。これは大混戦、大激戦になりました。ファビラスラフイン1着、2着にはどうやらジャズセイバー。これが世界を制した実力だ。ファビラスラフイン、
先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース、ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠の待機リバー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。マイネルクラシック、前に行きそうです。これに続いて待機リバー、マイネルカントリー、そのうちに続いています。内からはフィガロ、グラスワンダー、そのうちに続いています。その隣にエモシオン、スペシャルウィーク、いい位置です。内からはキングヘイロー、その隣にグリールサイクロン、その外に名称王道、黒糖イメージ、そのうちに続いています。その後ろにノーブルマリオン、並んで12番、メジロヘブン、マイネルラブ、この馬もこのグループ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでグラスワンダー先頭に変わりました。マイネルクラシック、ほとんど差がありません。エモシオン3番手、スペシャルウィーク、いい位置。果たして先頭を捉えるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。グラスワンダー先頭、差はほとんどありません。2番手はスペシャルウィーク、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はスペシャルウィーク。グラスワンダー必死に追いすがります。グラスワンダー追いすがります。スペシャルウィーク、もう一伸び、スペシャルウィーク、ゴールイン、スペシャルウィーク。1着、2着はグラスワンダー、これが世界の実力だ。スペシャルウィーク、